大事ですね。どうもドラム佐々木です。ということで、はい、またやらかしました。はい、まあ何をね、まあ、やらかしたのかというと、まあツイッターでね、まあ投稿して、まあツイッター見たらもう分かると思うんですけど、このあとね、うん、まあ分かってるんですけど、はい、このあとにね、今日ね、まあ、マックス村井さんを、まあ、運極にできたということで、うん、まあ村井さんはね、まあ、運極に今日即運極にできたんですが、その後に暇だったんでヒカキンさんはね、まあ、回ったんですが、あーそこはどっこい、暇つぶしで回ったつもりが合衆会になってしまい、気づいたら90まだ行ってたっていう感じで、これが最後のクエストとなりました。はい、これが最後のクエストなので運極になります。約1日で2日2体運極になります。バイ、またやらかしてしまった。ごちゃごちゃ言う前にね、まああともう倒すのみですよ。バイ、まあ最後はあの脇と脇の間に挟まって、あっという間に挟まって、ここね、ここに入って終了ですね。はい、そしたら、いや弱すぎるでしょ。はい、はい、ということで今回はヒカキンさんも運極になったということで、いやー、やってしまいましたよ。暇つぶしにやってたつもりなんだけど、まさかのね、まあこうなっちゃったんですよ。はい、ありがとうございます。皆さんもね、まあ、ガチで回ってみてはどうでしたかということで、以上ドラム佐々木でした。ということでバイバイ。